ご機嫌いかがですか？クリスチャンボイスジャパンのナビゲーターを務めますミクニです。この番組はイエス・キリストを信じたクリスチャンがどのようにイエス・キリストに出会い信じるに至ったか、またクリスチャンとして人生を歩む中での奇跡や祝福を通して本当の神様を証言する番組です。今回は静岡出身で現在は埼玉で牧師夫人をされているまいさんのエピソードをご紹介します。クリスチャンはイエス・キリストが自分の罪の身代わりとなって十字架にかけられ死んでくださったこと、葬られ三日目によみがえってくださったことを信じています。そしてイエス・キリストを信じる者には永遠の命が与えられていること、つまり死んだら天国に行くことを信じています。聖書のヨハネによる福音書3章16節にこう書かれています。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。私はクリスチャンの家庭で育ちました。2歳半の時から両親に連れられてキリスト教の教会に行きました。そして10歳の時に洗礼を受けました。私が洗礼を受けるきっかけとなったのはジーザスというイエス・キリストの生涯の映画を見た時です。私が行っていた教会の町の市民会館でこの映画が上映されたのです。イエス・キリストが両手両足を釘で打たれて十字架にかけられる場面を見た時に10歳の私は大泣きをしました。隣に座っていた姉も泣いていました。イエス様がこんなに苦しい思いをして十字架にかかって私たちの罪の身代わりとなって死んでくださったことが分かったからです。子供心にも私には罪があることが分かっていました。教会学校に行っていたので人は生まれながらにして罪の性質を持っているという聖書の教えを聞いて知っていたからです。信仰生活を送る中そのままの自分が神様に愛されていることがはっきりと分かる時がありました。10代の頃は人と自分を比べてばかりいました。私には姉が一人いますが、姉は家の手伝いも勉強もよくできて、いろいろなことがこなせる器用な人でした。姉は母からよく褒められていました。私は姉とは正反対のタイプで、いくつものことをいっぺんにこなすことができない不器用な人間です。特に高校生の時には自分と人を比べて優越感と劣等感の思いの中で自分のセルフイメージが揺れ動いていました。そんな私に転機があったのは20歳の時、ハワイの宣教の学校で学んでいた時でした。講義の中で引用されていた聖書の言葉に覚醒されたのです。創世記1章26節。そして神は我々に似るように我々の形に人を作ろうという御言葉を聞いたときに、私の中で自分のセルフイメージが全く変わりました。私はこう理解しました。神様、つまり私は天のお父さんに似せて作られたんだと。とても嬉しくなりました。私は私で
天のお父さんに似ている良いところがあるし、姉は姉で天のお父さんに似た良いところがある。人は皆神様に似て作られた一人一人が尊い存在であることが心から分かりました。同じ時期にイザヤ書43章4節の私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているの御言葉から、そのままの自分を神様は愛してくださっていることが心からはっきりと分かりました。努力して人に認められたい、愛されたいと思って生きてきて、でも到達できない自分がいて、大きな壁にぶつかってしまっていた私に、イエス様は、そのままのあなたを愛しているよ、と語ってくださいました。今も神様の愛に大きな喜びを日々感じています。聖書の御言葉が、私の人生の大きな支えとなっているからです。いかがだったでしょうか。人生いろんなところを通るとき、自分の価値を見失うときがあります。そんなときは、この舞さんのエピソードにあるように、神が私を高価で尊いと言ってくださっている御言葉に立ちたいと思います。次回もお楽しみに。聞いてくださるすべての人の上に、イエス・キリストの祝福がありますように。